こんにちは。山形オートリサイクルセンター社長の伊藤と申します。弊社は省内遅延のいらなくなった車や乗らなくなったお車、事故車、不動車、故障車、トラックなどの買取を強化しております。国内向け中古リサイクルパーツとしての価値、海外貿易用パーツとしての価値、金属相場などあらゆる角度から査定を行っておりますので、年式、走行距離などは問いません。もちろん廃車の状態によっては買取掲示板の価格以上の査定見積もりにも応じております。最近の買取価格の一例では、スバルインプレッサー2014年式 GP さんの事故車を15万円で買取させていただきました。ありがとうございました。廃車に、車検がついている場合は重量税還付にも応じております。また2018年2月1日から3月20日まで、個人の方が弊社にお車を持ち込みされた場合、最低買取保証金額プラス2000円で買取させていただいております。もちろんご自宅までの送迎もしております。どうぞお気軽にお問い合わせください。詳しくは弊社スタッフがお手続きなどについて分かりやすい丁寧な説明を転げて査定見積もりに応じております。場合によっては省内地域遅延すぐにお伺いして、お見積もりさせていただくことも可能となっております。スタッフ一同お待ちいたしております。どうぞよろしくお願いいたします。